では、コトリンマルチプラットフォームモバイルで iOS と Android の実装作用をなくすという題でセッションを始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。まずは軽く私の自己紹介をさせてください。チームラボ株式会社から来ました新田と申します。iOS エンジニアとして5年目となったところです。ゲームを触り始めたのは最近なので、まだまだ勉強中ではありますが、本日はよろしくお願いいたします。今日はちょっと喉の,の,の,の調子が悪いので、少し止まってしまうところがあるかもしれませんが、ご了承ください。 もしかするとチームラボという名前を聞いたことあるのかもしれませんが、えー、有名なのはアート作品の展示を開催しております。その一方で、実は Web サービスの開発やスマートフォンのアプリの開発も行っております。もしかしたら皆さんも一度は触ったことがあるかもしれませんが、銀行からファーストフード店までのアプリまで、幅、えー、広いジャンルのアプリを開発しております。この他にも様々なアプリの開発に携わっておりますので、詳しくは公式の Web ページをご確認ください。 さて、今回のセッションでは、コトリンマルチプラットフォームと呼ばれる技術を使います。その名の通り、コトリンで書かれたコードを様々なプラットフォームで使用することができる技術です。コトリンマルチプラットフォームという名前は少し長いので、このセッションでは KMM と省略することにします。我々のチームでは KMM を2年ほど前から使っております。KMM を採用するに至った経緯としては2点あります。まず一つの、 まず一つとして、我々のプロジェクトはロジック部分において品質を求められるものでした。そのため、KMM の導入によって、ロジック部分の品質を保証する必要がありました。そしてもう一つ、これまでのプロジェクトの中では、iOS と Android の実装差異があることがたびたび問題となっていました。OS 間での実装祭には様々な問題が考えられます。実装するエンジニアの認識のズレ、言語シリアの違いなど、iOS と,と Android のエンジニアがそれぞれの それぞれの仕様を綿密に確認したとしても、完全にはこの問題を解決することができません。たとえ iOS と Android のコードを同じ人物が作ったとしても、この問題はいつか必ず発生することでしょう。KMM はこの問題に対して iOS と Android で同じコードを使うことによって解決します。全く同じコードを使ってしまえば、その点に関しては動作の差を減らすことができます。こ KMM はコトリンマルチプラットフォームの略称なので、本来異なるプラットフォームである iOS でもコトリのコードを使用することができる技術です。公式では右の図のように示され、各 OS ごとにビューのネイティブコードは保ちながら、ビジネスロジックなどは KMM を使って共通化させるように推奨されております。本日の発表、いくつかのセクションに分けました。まずは、KMM を使うことのメリットと役割分担。次に、iOS エンジニアが KMM に持つ疑問。 そして最後に実際にやってみたチーム開発での課題です。では早速、KMM を使うことのメリットと役割分担についてお話しいたしましょう。先ほど説明した通り、KMM はコードの一部を Android と共通化させます。これは強力なメリットです。KMM の導入によって iOS と Android の動作の際について問題となることは大きく減ることが期待されます。 共通化の恩恵は強力なものではありますが、かといって、KMM で全てのコードを共通化するわけではありません。もちろん、iOS には iOS の、Android には Android の方法で記述しなくてはいけない部分がまだあります。例としては Bluetooth が挙げられます。これを KMM で実装することは不可能ではありませんが、iOS と Android の差異が大きく、デバイスに移動する部分も多いので、共通化することが難しくなる傾向にあります。これは UI 部分にも同じことが言えます。 こちらもそれぞれ OS での差異が大きいため、ここでは KMM を使用せず、それぞれの OS ごとに書く方が良いでしょう。反対に、KMM による共通化が行いやすい部分もあります。OS ごとにあまり違いのない部分、ビジネスロジックです。ここへ KMM を導入することは難易度が低く、高い効果が期待できるでしょう。KMM の公式からの KMM のターゲットはこのように定義されております。 iOS と Android のネイティブ側では、JetBack Compose や SwiftUI などで UI 部分のみを定義し、UI の操作に応じて KMM で定義されたアクションの呼び出しを行い、KMM のステートの更新に応じて、ビュー側へのアクセ、えー、ビュー側への反映を行います。KMM がビジネスモジックを持っている点に加えて、ネットワーク通信やストレージへのアクセスも KMM が行います。こちらは公式よりサンプルプロジェクトも公開されておりますので、ご興味のある方は確認してみてください。 以上の点を踏まえて、弊社のプロジェクトではここまでを KMM で実装することにしました。アプリのアーキテクチャとしては MVVM を実装していたため、View と View モデルの部分をネイティブ側が実装。公式のサンプルと同様に、ビジネスロジックの実装、ネットワーク通信、ストレージへのアクセスは KMM が実装する形としました。そして当初のメンバーでは、当初ではメンバーの配置はこのように、iOS 開発メンバー、Android 開発メンバー、そして KMM を開発するメンバーとして、専属のメンバーを割り当てました。 このようにすることでネイティブの開発者は UI 部分に集中して取り組むことができます。KMM を用いた構成は先ほど説明した通りですが、多くの iOS エンジニアは KMM を使った具体的な実装方法について不安があるかもしれません。次に iOS エンジニアが KMM に持つ疑問点についてお話しいたしましょう。KMM を iOS で動かしたいと思った時に、まずエンジニアはこのように思うでしょう。コトリンのコードはどのようにしてスイフト上で動作するのかと。 もし仮にうまくコトリンが動作することが分かったとして、次に上がる疑問として、KMM、MM、を iOS プロジェクトに組み込む方法はと心配になるので解説いたします。また合わせて、リポジトリの管理方法についても触れます。そして最後の疑問点として、我々が普段やっているところを KMM でやるならどうするかそちらについても解説していきます。では最初の疑問です。コトリンのコードはどのようにして Swift 上で動作するのか 先に答えを言ってしまいますと、KMM を使用することによってコトリのコードは変換され、最終的に Objective-C のコードとして出力されます。これを一つにまとめ、フレームワークとして出力することで、Swift 上で動作させることができます。以上の点を踏まえれば、次の疑問、KMM を iOS プロジェクトに組み込む方法についても簡単に答えられます。よく他のライブラリで行っている手法と同じく、X コードのビルド設定にフレームワークを設定することができます。 あとは他のフレームワークと同じように Swift のコード内でインポート構文で取り扱うことができます。これでひとまず Swift で KMM を動作させることができました。では次の疑問。リポジトリの管理方法については、コトインのコードの取り扱いについてどのように行えばよいでしょうか公式のサン,サンプルリポジトリ上では、Android と iOS と KMM のコードをひとまとめしています。 アプリの規模にもよりますが、KMM を導入する場合は、アプリの規模も大きくなりがちなので、ここはリポジトリを分けておきたいところです。前提として、iOS が KMM を扱う際は、フレームワークだけがビルド時に存在していればよいです。なので、コトリンのコードを iOS リポジトリに含める必要はありません。また、生成されたフレームワークを iOS リポジトリの中に入れてもよいのですが、このようにフレームワークを置いておくた、 ためだけのプリポジトリを用意して、c o c ッツ p o d s や Swift Package Manager を用いて、フレームワークを取得しておいた方が良いです。フレームワークのファイルサイズが大きいため、開発のリポジトリに含めたくないという理由もありますが、このように分けておくことで、フレームワークの生成が、生成は KMM メンバーにお願いする。リポジトリからフレームワークを持ってくる部分は、c o c ッツ p o d s などを用いて、CockerPods、まあ、ココなどの取り扱いに慣れている iOS エンジニアが行うように、担当者によって責務を分けることができます。 しかしフレームワークをビルドすると言っても、毎回手動でビルドするのは大変です。KMM の他のメンバーが更新をするたびに、誰かが KMM の環境を全て揃えて、KMM のリポジトリに変更があるたびにプロジェクトをプルしてきて、KMM をビルドする必要があります。この作業をエンジニアがやるのはなかなか大変です。このような単純,で単純なビルドタスクは、人間ではなく機械にやってもらいましょう。ここで CI-CD サービスを使います。 すでに皆さん iOS のアプリ開発でお世話になっているサービスがあるのではないでしょうか。CircleCI や GitHub Actions、Bitrise などの CI サービスを使うことによって、より効率的に開発を行うことができます。KMM のリポジトリの変更を検知して CI CD サービスを動かして iOS のフレームワークをビルドさせます。<laughs> その後、専用のフレームワークリポジトリに置いておきます。そして iOS はそのリポジトリに対して c o c o p o s や s e l e t Package Manager でフレームワークを持ってくるように指定するだけです。 <laughs> これによって KMM 側のエンジニアはフレームワークの出力に対して手を動かす必要が完全になくなります。iOS 開発者は使い慣れたココアポッツの設定を変更して、フレームワークのバージョンを差し替えるだけで使いたいフレームワークを更新できます。このように CI-CD サービスを使えばわざわざ手元でビルド,必要ビルドする必要がなくなるので、開発効率の向上と作業者の担当範囲にあったコードの分割を実現できます。 一通りプロジェクトに KMM が導入できたところで、iOS で普段やっているところを KMM でやるならどうするのかについて考えていきましょう。iOS がよく、iOS エンジニアがよく使うもの結構たくさんあります。例えば、サーバーとの通信に URL セッション、データの永続化にコアデータ、あとはパスワードの保存にキーチェーンなど、他にも挙げればキリがないほどたくさんの API を使用しています。ただしこれらは iOS の API です。KMM で同様のことをしたい場合、コトリンでフレームワークを呼び出すことはできますが、結構使いか、 使いづらかったりします。k m、MM、m ではその場合、ライブラリが公開されているので、使用するとより便利に開発を行うことができます。これは1年にはなりますが、通信を行うライブラリがは、Kata というライブラリがあります。これはコトリンのライブラリになります。コトリンのライブラリであれば何でも使えるというわけではなく、最終的にオブジェクティブ c に変換されるので、きちんとマルチプラットフォームに対応したライブラリである必要があります。よし。ではどんどん行きましょう。 生体認証を取り扱うローカルオーセンティケーション、機械学習を取り扱う CoreML あたりはどうでしょうか。私の方で調べてみたのですが、この2つを取り扱うようなコトリンのライブラリーは今のところなさそうでした。他にも iOS のフレームワークはありますが、残念ながらその多くはコトリンのライブラリーに見たいようです。 なので、現状はコトリンから頑張って各 OS のフレームワークを直接呼び出すことしかできないのですが、そもそも型の変換がうまくいかなかったり、KMM のエンジニアが iOS のフレームワークを扱ったりと、少し開発しづらいのが現状です。では、それを解決する良い,い方法を紹介しましょう。ネイティブのコードを KMM から呼び出す方法があります。これまで散々ネイティブ側が KMM を使う方法について解説してきましたが、今回は逆です。 KMM の機能としてネイティブのコードを読むことができます。このネイティブの部分であれば、それぞれのフレームワークを呼び出すことができます。iOS であれば、ローカルオーセンティケーションや Core ML など。Android であれば、バイオメトリックや ML キットなどを使うことができます。あとはこれを、これまで通りアプリで使用するだけです。生体認証や機械学習など、OS の違いによって発生する問題については、KMM とその中に仕込んだネイティブコードが解決してくるので、 アプリ側は特に気にせず、共通のインターフェースでアクセスするだけで利用することが可能となっております。また同様の仕組みで、CorePods を用いて、MM の、KMM 側で依存関係を解決して、iOS 側のライブラリをする使用することもできます。ここまで iOS エンジニアが KMM に持つ疑問点を解決することができました。最後に、我々のプロジェクトでの実際にやってみたチーム開発での課題についてお話しいたします。冒頭で我々のプロジェクトのチーム チーム構成について話しました。当初のメンバーでは iOS メンバー、Android メンバー、KMM メンバーの3種類に分けて開発を行いました。当然それぞれのネイティブメンバーは、それぞれの担当分野について、開発の担当の部分についての関心は持ちますが、ネイティブ側は KMM に対して、逆に KMM 側はネイティブ側の実装に関しては薄くなりがちです。 各 OS から KMM を利用する以上、KMM で定義されたビジネスロジック、ステートやアクションなどのインターフェースに関しては、ネイティブ側も理解する必要があります。そのため、定期的にネイティブと KMM の実装メンバーで合わせて認識の確認会を行い、ネイティブメンバーは KMM の実装がどのようになっているのか、ビジネスロジックとインターフェースを理解する必要があります。また、MM、KMM メンバーはネイティブ側からどのようにして KMM を利用されるのか、確認を行うようになっていきました。 このようにして、弊社での最近の動き方は、ネイティブメンバーと KMM、MM、メンバーがそれぞれの仕様について把握するように心がけております。また、最終的にビジネスロジックを理解した iOS メンバーであれば、コトリンのコードさえ書ければ、KMM の実装を担うことも可能です。直近の我々のチームでは、少しずつ iOS エンジニアが KMM の実装に入るなど、流動的な人員の配置を進めております。私が説明したかったことは以上です。最後にまとめをしましょう。 KMM の導入によって iOS と Android のコードは共通化され、その部分に関しては際はなくなります。KMM を適用する部分に関してはビジネスロジックなど、OS ごとに APA の違いが少ない方が望ましいです。そして KMM に対する疑問点についてお話しいたしました。よく分かっていなかった KMM のコードは、最終的に我々のよく知るフレームワークに変換されるので、他のフレームワークと同様に iOS アプリで使用することができます。さらにリポジトリの分割の話もしました。 このフレームワークの生成は CI CD 環境に含めて c o c ッ e p o d s や Swift パッケージマネージャーで管理することができます。適切なリポジトリ設定を行いましょう。そして CI や c o c k e p o d s を申し入ることによってネイティブと KMM で並行して開発を行うことができます。そして実際にやってみたチーム開発での課題としてネイティブメンバーと KMM メンバーがそれぞれの仕様について無関心になりがちです。 iOS と Android の実装であるネイティブ側は KMM のコードのビジネスロジックについて理解する必要があり、逆に KMM メンバーはネイティブ側での使用箇所について把握する必要があります。結果として我々のプロジェクトはネイティブメンバーが KMM の実装を理解してネイティブのメンバーが KMM を実装するなど日々動き方の改善について進めております。このように我々チームラボでは KMM に限らずに日々プロジェクトの改善を進めております。 このセッションについてご興味や質問のある方は、後ほどディスコードなどでご質問をお願いいたします。さらに、チームラボはスポンサーブースを用いて設けておりますので、もしオフラインの方はブースにお越しいただいても構いません。チームラボでこのような改善の働き方ができるメンバーを募集しております。ご興味のある方は、こちらの QR から、えー、チームラボのウェブページでご確認ください。本日はご清聴いただきありがとうございました。